何これ。頭の奥がグラグラする。誰かいないのかな。ああ、こういう日常が壊れていくタイプ、私すげえ苦手。ゆえに大好き。絶対絶命じゃんぞ。わあ。お？黒バラ、今何が起きた？なんかブルンってなった。バイブレーション？よく見てなかったわ。これは、サーカスのお客さん？どうしてこんなとこに？夢は記憶、記憶は夢。ならどうして思い出せないの？どうしてノイズがかかるの？それは、思い出したくないものだから。え？いきなりめっちゃ喋るじゃん。いきなり消えるじゃん。消えちゃった。一体何なのだか、開かない。ここはまだ夢なのかな？自分の部屋は入れるか。夢なら、覚めてほしい。まあ、無理か。時計の針がぐるぐると回っている。秒針以外も、かな？ああ、なんか、後ろに何かがいる気もするけど、まあおそらくは気のせいかな。後ろに目はないからね。どれもページは真っ黒だ。真っ白ではなくなってる。今、誰かいた？いや、まあ気のせいかな。真っ黒、黒バラ。これはなんか塗りつぶされてるっていうことなのかな。じゃあ夢か。このなんだ、ここら辺の変な形になってるのもノイズがかかってるっていうことなのかな。黒い。飽きそうにない。道具があればいけるかもよ。バールとかナギナットとか、マスターキーたる、斧とか。どうして、あなたは、ここに来たの。ユウはどうしてサーカスに。しな、こ、た。しなこた。カタカナだけ読んでもダメか。返事はない。あ、一回きりか。どうして来たのかは、まあ、まだよくわからんだよな。ぐちゃぐちゃのファイルの中に、新人団員の方へ、という書類が挟まっている。公演は前、時から23時。片付けた、24時には消灯よ。だけど君は、勝手に進んでしまった。目の前の本棚にはぐちゃぐちゃのファイルしか詰まっていない。もう読めないか。何が書いてあっただろう。さすがに、全部は目通せなかったけど、そんな重要なこと書いてあったかな。黒い、開くわけがないっすね。いや、まあ、そらそうっすよね。ほんと、マジ開くわけがないっすよ。開かないんだよ。あれ、ちょっと当たりが強くなってきたってことは。助けは来ない。助けは来ない。慈悲はない。解釈してやる。俳句を読め。これは心の、しほちゃんの心の声とかなのかな。忘れていた方が幸せなこともある。思い出すだけで辛いこともある。それでも思い出したい。また消えた。辛いも何もわからんから、とりあえず思い出すしかないんだよな、今は。固く閉ざされている。閉ざされておる。団長室も行けない。ああ。また絶対絶命になってるわ。好きなんだね、きっとね。ぐちゃぐちゃしておる。練習室も入れないか。あとは舞台ぐらい。暗い。何？ここ。なぜ自分がこのサーカスに来たのか、どうしてもわからない。それもそうか。君は記憶がないんだもんね。なら、そのままでいい。必要以上のことは知らなくていい。だから、早く帰った方がいい。君は、こんなところに迷い込むべきじゃなかったんだ。
頭が痛い。目の前がグラグラしてる。ちゃん。しほちゃんってば。くちなぎくん？くちなぎくんだよ。しほちゃん、大丈夫？お昼なのに起きてこないから、様子見に来たらさ、すっごくうなされてたんだよ。また勝手に入ってきて。まあでも緊急事態か？やっぱ立て続けに無茶しすぎたんだって。ううん、大丈夫。ただ、不気味な夢を見て。これは現実？これも夢？そもそも、ここは一体？混乱しちゃってるみたいだね。いっそ、この世界も夢だと思えばいいんじゃない？え？少なくとも、君の見たその不気味な夢よりは、君に寄り添ってくれる夢だよ。ま、僕で良ければ力になるからさ。自分が生きてるか死んでるかを、ちゃちゃっと思い出して、元の世界に帰ろう。ね？うん、そうだね。ありがとう。うんうん、元気が一番。やば、僕掃除の途中だった。じゃ、これで失礼。そうだよね。ここから帰るには、忘れてるものを思い出さなきゃいけないんだ。とりあえず、団長さんに夢のことを相談してみようかな。さて、口なぎは敵なのか味方なのか。でも、言動と行動を見る限り今のところはどう考えても味方なんだよな。ただ、腹の中はわからないのよね。っていうか、あれよね、口なぎすげえ画面表示便利だなと思って。あれ表示消すだけですっげえシリアスになるじゃん。あれ羨ましいな。私もちょっとあの機能が欲しい。5時を指している。真っ白っつうことは、これは現実に戻ってきた感じかな。さて、シルバーの兄貴は大丈夫なのかな？まあ多分大丈夫だとは思うんだけど、大丈夫だっつってたしな。てかそもそも口なぎは平然としてたし。どう？気分は落ち着いた？うん、もう大丈夫だよ。心配してくれてありがとう。どういたしまして。僕っては心優しいからね。自分で言うんだね。自分だけでも認めてあげないとね。なんか、ちょっと言葉が重いぞ。どうしたの？うん、なんでもない。なんでもないってなんだい？またアテムが本を読み散らかしてるな。ま、僕は優しいからね、綺麗に片付けてあげよう、と。アテム、本読むのか。あ、でも案外読むからな。ここの住人たちすげえギャップがね、すごかったりするから。さて、この人はここから出ないな。ここじゃ結構古株なのよ。みんなのことなら結構詳しいんだから。何か知りたいことはないかしら？あ、これはまた質問か。特に聞きたいこともないんだよな。シルバーについて。心の中入ったけど、別に文面は変わらんか。アテムは、起きてるのかな？どのくらい寝てたんだろう？ああ、いるいる。よう、ネボスケさんよ。悪い夢を見ましたって面じゃねえか。けけけ。アテム君、何でもわかるんだね。何でもは知らないよ。さーてね、お前がわかりやすいだけじゃね。何でもしちまうと、つまらんだろうが。これは本心かな。てなわけで、俺様はその悪夢の原因は知らねえぞ。多分な。何か知りたいことがあるなら、団長室にでも行ってみりゃいいんじゃねえか？けけけ。あー、なんだろう、こいつの言ってることもやや重く感じてきたな。知る余地がなくなれば、物事は一気につまらなくなる。そうは思わねえか。なんでな、けけ。それはあれかい？攻略サイトを見ながら、新作ゲームを進めるみたいなもんかね。ちょっと違うか。よう、昨日は世話かけたな。兄貴も元気そうで何よりっす。気にしないでください。シルバーさんはもう大丈夫ですか？大丈夫だ。問題ない。心もどこかすっきりしてる気がするぐらいだ。ガハハ。ま、
ジョジャには嫌なもん見せてまったが、気にしないでくれると助かる。わかりました。ありがとうよ。体調は大丈夫なんかね？今日もサーカス出んのか？アニスにも後で礼を言っとかないとな。ああ、こっちの話だ。アニスにも後で。ああ、確かに当事者ではあったか、昨日のな。あてか上に誰がいた。こっちの話だ。え、なんで隠れてんの？隠れんぼ中？アニスじゃん。たく、備品はちゃんと整理しとって毎度言ってんのに。あ、なんだ、司法かな。昨日はなとちゃんと眠れたか。うん、まあ。嘘だ。眠れてない奴特有の顔してる。昨日のシルバーの感情に影響されたんなら、多少は寝苦しくてもおかしくない。昨晩のあいつは、恐怖の感情で満ちてたんだな。感情っすか。まあ、あんま思い悩むなよ。ありがとう。アニスはシルバーさんの願いを知ってたの？いや、知らねえよ。でも同室だからな。あいつが闇を怖がってることくらいなら気づける。ああ、やっぱあれか、小玉電球とかいつもつけてねったからね、きっと。いや、知らんけど。知らねえよ。まあ、やっぱアニスは単純にいいやつだよな。他隠れてないよね。いないよ、いないよ、いないよ、いないいない。舞台にはキャンディーがいるだろうな。あれ、おはよう。随分と寝坊すけさんだね。早起きは三問の刻だよ。おはよう、キャンディー。なんだか夢見が悪くて。あらら、大変だね。大丈夫？ここに来てからゆっくり眠れてないんじゃない？うん、大丈夫。多分少し疲れてるだけだよ。そう？自分を大事にしなよ。頑張りすぎて壊れちゃ、元の子もないんだからさ。ありがとう。ああ、経験者は語る。だな。夢見が悪い。ねえ。まあ団長なら何かわかるかもね。まあ団長に聞きに行くしかないか。まあでも夢っつったら専門家が他にいるからな。すまないね。今は少し取り込み中さ。悪いが後にしておくれ。珍しい。雲ないか。まあまだ来て2、3日だしな。忙しいのかな。仕方ない。他に誰か。そういえばシーナは夢に詳しいんだったっけ。彼女に相談してみようかな。そういえばシーナってどこにいた。なに？さっきからうろちょろしてさ。どうかしたの？ねえキャンディー、シーナ見てない？シーナ？いや、今朝に布団の中で丸まっているのを見たきり、見てないな。練習室にいないんなら、ラーティの部屋にでも行ってんじゃない？あの子リボンとかドレスとか、そういうの好きだからさ。そっか、ありがとう。いえいえ。まあ、おしゃれっぽそうだもんな。ホールには来てない。ラーティあたりに聞いてみたら、変なところに隠れてたりして、それはアニスかな。無邪気な子供みたいなもんだから。ああ。一応サーカス団のお姉さんはかなえてあるよね。他にも聞いて回ろう。シルバーさん、シーナを見かけませんでした？シーナ？そういや今日は珍しくその辺駆け回ってねえな。珍しく。ああ。まあ、やっぱ立て続けに起こるか。たまに静かな日があると思ったら、大抵変なもん食って腹壊してんだよな、あのちびっこ。部屋にはいなかったか？そこにもいねえなら、アニスなら何か知ってると思うぜ。アニスなら知ってる。俺は見ちゃいねえな。アニスなら何か知ってんじゃねえか。てか、この世界で腹って壊すんだね。どうなんだろう。やっぱ出るのか。どうした？あ、ちょっと待ってくれ。すぐに出る。すぐに出るって、うんこかい。やっと片付いた。で、俺になんか用か。忙しい時にごめんね。今シーナ探してるんだけど、どこかで見なかった。シーナ？いや、今日は見てねえな。昨日の公演後、あの後もずっと腹が痛いって言ってたから、てっきり部屋で休んでんのかと思ってたな。その様子を見るに、そういうわけじゃなさそうだな。うん、どこにもいなくて。どこにも、か。いたずらでどこぞに隠れてる可能性もあるが。で、なんでお前はシーナを探してんだ？
実は、昨日あの後変な夢を見たんだ。団長さんに相談してみようと思ったんだけど、忙しいみたいで。夢のことだし、シーナなら何かわかるんじゃないかなって思って。変な夢、腹痛、嫌な予感がするな。おい、シルバー。おう、どうかしたか。お前、鼻がいいだろう。匂いでシーナがどこにいるか。それが無理なら、何か変わった匂いがしないかどうか、わかるか。ん？シーナの匂い？ちょっと待っとけよ。シーナの匂いは、やけに薄くてよくわからねえな。それと妙だな。どこか。まずい。俺から離れろ。え？しま。油断し。アニス。この匂い、キャンディの時と同じ。くそ、熱い。離れろ。特にシルバー、団長を呼べ。なんだろう、今までの二人とは、なんだか雰囲気が違う。脈絡もなかったな。いつもこんなんなのか。アニス、いるかい？ああ、一歩遅かったようだね。団長、何か心当たりでもあるのか？原因の検討はついてるさね。でも今はそれどころじゃない。おうおう、こりゃまた、なんとか耐えてるってとこか。どうも今までの暴走とは様子が違うようじゃないか。笑ってる場合か。団長さん、これは。ああ、見ての通りさ。あんたも、もう分かってるようさね。はい。アニスを助けないと。殊勝な子って。アニス、え、ここで選択肢、何もしない。何もしない。いや、変に近づくのも怖いか。今までとちょっと違うっつってるよね。でも放っておけるか？置けないでしょ。すまん。助けてやってくれ。あんたに頼りすぎたくはないんだけどね。すまないね、志保。目を閉じた。すぐに送ろう。ここが、アニスの心の中の世界。なんだか意外だ。とりあえず、何か助ける手がかりはないか探そう。さて、アニスの心の中に入ってきましたが、言動がどうにも分かりかねる感じよね。助けてやってくれって言うから、アニス自体を助けるわけではないって言うと、じゃあどういうことなのかな。まあ、一応私の中にはね、考えはあるはあるんだけど、まあ、とりあえずはいいか。アニスだ。お。すまん。助け。私に話しかけてるみたいだ。でも、ここからじゃ聞こえない。やっぱり、今までの二人より落ち着いてる気がする。あの状態なら話ができるかもしれない。本当にいけますか？大丈夫ですか？アニス。すまん、シホ。このままじゃ力が、まともに話もできねえ。アニス、しっかりして。夢。悪夢。え？青い扉の部屋、二番目に強いやつを持ってきてくれ。二番目に強い悪人。鍵の開いた音だ。わかった。少し待っててね、アニス。頼んだ。二番目に強い悪夢。え、悪夢の強さとか私わからないんですけど、こっちは開いてないんだね、クマちゃん。なんだか縫い目が脆そうに見える。どうしようか。お、え、も、脆そう。え、それ心の傷をえぐるとかそういうやつ。触っただけで首が取れちゃった。あ、何もしてないのに壊れちゃった。え、これまずくない？即バットではないっぽいな。
下に何か紙が挟まってる。しんなるしに送る。インクが滲んでほとんど読めない。なんかまたノイズかかってんな。これはアニス、まあもしくはシーナの心の何かなのかな。これはなんだ。緑の塊が瞬いている。触れると生臭い、生臭い匂い。オイラに近づくなよ。紫の夢の次に強いんだからな。あ、え、悪夢の、え、持っていく？もう少し考えよう。え、序列について自分で語るんだ、悪夢って。え、なんかすごい緩くて可愛いんだけど。ああ、これは考えていくのか、しっかり。じゃあ話聞いていかないとね。誰か嘘がついてるとかそういうことはないよな。紫の次に強いんだからな。なるほど、なるほど。暫定的に紫と緑の順番、強さだね。青い塊が震えている、会いたくて。触れると遠くで嘲笑う声が聞こえた気がした。オイラは強くなんてないぞ。赤い夢の方が、オイラより強いぞ。どうしようかな。あー、また順番が、少し出てきたか。あ、赤の方が強いっつったっけ。なるほど。で、緑は上の紫ちゃんよりも弱い。レースのリボン、すりガラスのボタン。鳥の羽に、バラの花びら。そして三色のガラス玉。誰が馬鹿にしようと、それらは、あいつにとっての宝物だ。俺が否定させない。誰に。これは、誰かの日記。アニスかな？クマちゃん。黄色い塊が揺らめいている。触れるとなぜか心が苦しくなった気がした。オイラはちょうど真ん中の強さだぞ。どうしようかな。お、これはさっぱりしてるね。でも実はみんな真ん中の強さだったりしない。穴の虫的な。ナンバー3を。古びた分厚い本がある。なぜだか真っ二つに裂けており、前半分しかないようだ。インクが滲んじゃってて、音も読めそうにない。読めるのは、ムマとは夜中に現れて人に悪夢を見せる怪物のことである。ナイトメア、サキバス、インキバス、アルフ、エンプーザ。様々な呼び名があり、性質もやや異なる。また一説では、サキバスとインキバスは同一存在であるとされている。ああ、だとすると、アニスとシーナは表裏一体、二重人格的なものだったのかもしれない。単純に双子かもしれないけどね。宝物は強くて負けない。万人が守ってるもの。そうあいつは言ってた。なら俺がその万人になろう。宝物が傷つけられないように。これ、宝物の話ってさっき出てたっけか。万人になる。アニスがシーナのことを守ろうとしてる。とかかもしれないね。ここのクマちゃんたちは壊れてないね。で、紫。触れると冷たい眼差しを感じた気がした。オイラは一番強くも、一番弱くもないぞ。っていうと、2番か、3番は違うんだよな。4番か。いや、4番だな。紫が4番目に強くって、一番弱いのはじゃあ緑か。っていうと、青は赤よりも弱い。かつ3番目ではないから、あ、正解は青だな。触れると焼けるような痛みが走ったような気がした。緑の夢は一番弱いぞ。あ、そうかそうか。嘘を言ってないこと前提で言うと、順番は赤が一番強い。2番目が青。3番目は黄色の、紫生きってるけど4番目の強さで、一番弱いのは緑と。なるほど。じゃあ結論青を持っていけばいいけど、ちょっと不正解してみようか。セーブだけ一発。よし、いいのしとくね。じゃあ、一番弱いの持っていこうか。おい、行くぞ、ザコ。緑も大概生きってるな。ほら、なんか、とりあえず強そうなやつ。生きってるから多分2番目だぞ。これじゃ、全然足りねえ。あ、別にゲームオーバーではない。
総当たりで全然良さそうだな。他のやつ食わせても全然ゲームオーバーにはならんかった。持ってきたよ。これならどうかな。ああ、このくらいならちょうどいい。役立たずの出来損ない。無様でのろまな兄貴な。役立たず。まさか自分の悪夢を食う日が来るとはな。ちょっと美味しそうだったね、音が。でもまあ、なんとか話はできるくらいには戻ったか。アニスも沼だったんだね。まあ、そういうことだ。隠すことでもねえが、自分から言うことでもねえだろう。ひとまず、俺は落ち着いたが、ここから出るにはまだ少し足りねえ。今、赤い扉の鍵を開けた。俺じゃ踏み入ることもできない部屋だ。悪いが、もう少し手伝ってもらうぜ。大丈夫。それが私のできることなら、何をすればいいのか。今までと同じで構わねえよ。向こうに何があるかは、俺も把握してねえんだ。ただ、少なくともここは、沼の心の中だ。悪夢には気をつけろよ。危なくなったら戻ってこい。くっついてきた分くらいは食ってやれる。わかった。ありがとう。他に何か気になることがあるなら答えるが。質問、ぬいぐるみ。あ、確かにすっげえぬいぐるみあるんだよね。この部屋にあるぬいぐるみはアニスのものなの？俺の記憶から生まれたものなのは間違いねえ。もし調べるなら気をつけてくれ。壊れやすくなってるものも、ごめん。目に見える形になってるだけで、結局はすべて心なんだ。乱暴に扱って。ごめん。まあ、すでに一つ。ごめん。ごめんなさい。構わねえよ。構わないのか。アニシナについて、なんか青い悪夢最後にそんなこと言ってたね。気になったんだけど。ねえ、アニシナって。呼ぶな。昔の名前だ。それで察しろ。俺のことはアニスと言って、わかったか？うん。すまん。それじゃあ、あとは頼む。アニシナか。アニスとシーナ。真ん中で分けた、とかそんな感じな気もしないでもないけど。ま、とりあえずはいいか。じゃあ、せっかくだから赤の扉を選ぶぜ。これは、あの黒い影、さっきの部屋で見た悪夢よりもずっと悲しい気配を感じる。なるべく避けて進もう。なるべく避けてか。わかった。とりあえずまあセーブはできるならしておこうか。じゃあ避けて避けて。結構難しいかもな。あ、これ避けんのは難しいな。暑い、暑いよ。息ができない。なんだろう。胸の奥がなんだか変な感じ。またぶつかっちゃった。強敵だな、こいつら。君だけがお友達。悲しい顔さえ見られないよ。顔の見られないお友達。頭もいっ、なんちゅう画面が暗くなってきた。パパ、ママ、ごめんね。一人娘がこんな私で。息苦しい。目の前が霞んできた。こっちはシーナの記憶。私が我慢すれば、あの子も怒らなくて済むの。目の前がほとんど見えなくなってきた。一旦アニスのところに戻った方がいいかもしれない。アニスのところに戻って、どうだ？結構いけるか？あともう一体、二体ぐらい上にいるか？どうして私を見てくれないんだろう？私が出来損ないだから。私が役立たずだから。もう、ダメ。頭が痛くて、息ができなくて、もう、動けそうにない。意識が霞んでいく。体の感覚が、手足の先から順番になくなっていく。遠くで、少女の泣き声が、聞こえたような気がした。
いやー、強敵でしたね。さて、じゃあ探索をしていきましょう。燃えた何かの残骸が積み重なってるみたい。リボン、ボタン、鳥の羽に、これはバラの花びら。これは、例の宝物か。なんだろう、焦げた紙の切れ端が焼け残った粉に混ざってる。焼け焦げたそれはどうやら新聞の記事の切れ端のようだ。市内のパブリックスクールで大規模な火災が発生。死者はゼロ。軽傷者が数名。1名の生徒が行方不明。新聞の切れ端に手を触れると、どこか遠くから声が聞こえてきた。お願い先生、アニシナを助けて。燃えた宝物を探しに行ったまま戻ってこないんだ。僕のせいで。僕はこんなつもりじゃなかった。こんなことになるなんて思ってなかった。ただ少しあいつが困ればいいって、それだけだったんだ。ごめんなさい、ごめんなさい。残骸の中から水色のガラス玉がコロリと転がり出てきた。今の新聞の切れ端、アニシナを助けに行って、火災。まだわからんけれども、なんか火事に巻き込まれたっていうところが、ぬいぐるみだ、ぐらぐらしている。え、どうしよっか、あんまぬいぐるみ壊すなって言われたよな。ちょっと一旦後回しするか。壊しちゃいそうだ、触らないでおこう。おう、オッケーオッケー。ここまで量が多いと意外と避けるのは難しいかもしれんな。壁に何かをはめることができそうなくぼみがついている。どれをはめてみる？あ、ガラス玉。一つ落とされた。追いかけてもう一つ落っこちたしない？やめておこう。三つはめる場所がある感じかね。真っ二つに裂かれた分厚い本と小さな木箱が置いてある。どちらを調べようかな。あー、分厚い本、木箱。まず本からか。インクが滲んでおり、ほとんどのページは読むことができない。ん？ここは読めそう。私が女の子で、あの子が男の子。二人で一つ。それじゃあダメな。わからない。私にはわからない。わかるのは、みんなは私を必要としてないってことだけ。滲むような冷たい眼差しが私に突き刺さってることだけ。冷たい眼差し。冷たい眼差し。木箱、こっちも調べるか。可愛らしい装飾の木箱だ。どうやら鍵がかかっているようだ。やっぱりまあ、アニスとシーナは、まあ二重人格、多重人格系っていうことかな、ここら辺の本は。ああ、女の子の人格と男の子の人格があると。二人で一つ。私を必要としていないってことだけ。これは書いてんのはシーナかね。で、そのシーナを守ろうとしているもう一つの人格たる、オアニス。火事に巻き込まれたこととは別かどうかわからんな。いじめにあった可能性もあるっぽいんだけどね。さっきの話を聞く限り。ぬいぐるみ。あ、お腹が膨らんでる。いや、まあ、クマはさ、引き裂くもんだけどさ。さて、ちょっと危なかった。ぬいぐるみ。他の茶色のぬいぐるみは壊れてるのに、隣のだけ無事みたいな。これが万人なのかな？え、めっちゃなんか咲かせようとするじゃん。他の方法考えよう。あ？壊さないでくれて。ありがとう。これが必要なの？私の宝物、大事に扱ってね。足元からピンク色のガラス玉がコロリと転がり出てきた。ありがとう、大事に使うね。あ、壊さなくてもよかったのか。なるほどなるほど、よかった。っていうと、これはあれか、壊していくとバッドエンドのパターンかな。ガラス玉がもう一つ必要か。ただどこにはめればいいのかわかんない。あと木箱の中、どっか鍵があるか。やっぱぬいぐるみ裂かなきゃダメか。ハサミをどこかで探すべきだろうか。なんだろう、塊の中に何かキラリと光ったような。欲しい？欲しい。
この鍵が欲しい。わ、鍵、くれるの。あげるぞ、あげるぞ。でもオイラは悪夢。悪夢は心を突き刺すもの。突き刺される準備ができたらおいで。オイラの瞳を覗き込んでみて。そしたら欲しいものをあげるぞ。悪夢でしょう。信用していいもんかな。まあ、とりあえず今は少しやめておいて、セーブさえすれば、私は無敵だ。じゃあ、覗き込みましょうか。覗き込まれるかもしれない。黒い瞳をじっと見つめれば、冷たい眼差しが心に深く突き刺さるような感覚がした。ひそひそと誰かの声が聞こえる。気味が悪いよ。突然別人になるんだもの。急に一人でお話をし始めたりしてさ、悪魔でもついてんじゃねえの。でもその悪魔の方が間抜けな兄人よりよっぽど優秀だな。あはは。鍵、あげる。ありがとう。なんだろう、胸の奥がなんだか変な感じ。あ、やっぱりちょっと悪夢を見せられて心がっていう感じか。あ、それとですね、ここ、ただの模様じゃなかったっすね。これを、どうなんだろう、同じ順番にするのか、それとも、鏡合わせにするのか、わかりかねる。まあ、表裏一体なんだよ。あ、いや、違う。この形、あれか。鏡合わせにしてハート型になるのか。あ、なんかそんな気がするな。っていうと、じゃあ鏡合わせだね、きっと。まあ、違ったらちょっと、いろいろと思考してみるけど。で、多重人格で、それが気持ち悪いっていじめられていたと。表に出てた人格はどっちなのかな?やっぱりシーナなのかな?で、アニスは優秀だと。ああ。戻ってきたが、こまめに安全を確保するのは大事だからな。少し待ってろ。すぐに行く。やっぱなんかちょっとリンゴっぽいんだよな。これで大丈夫だ。ありがとう、アニス。あんまり食わせすぎない方がいいかな。まあ、いっか。とりあえず鍵を手に入れたから、また忘れたね、道しるべとか。問題は解決してなさそう。冷たい鍵。先端は鋭く触れると冷たい。これで木箱が開くかもしれん。中にガラス玉が入っていたら、正解だが。開くかな?冷たい鍵を木箱の鍵穴に差し込むと、どこか遠くから声が聞こえてきた。よう、のろまかな?今日は出来損ないの方か、できる奴の方じゃないのか。こら、ちょっと男子、やめなよそんなこと言うの。どっちも兄しのは兄しのでしょ?ん?そんなこと言ってお前だって、急に意味不明なこと言い出すグズな出来損ないより、もう片方のちゃんとしてる方がいいんじゃないのか。バカなこと言わないで。ほら、兄しのも嫌なことは嫌ってちゃんと言わなきゃ。何がバカなことだよ。そっちの兄しのは出来損ないを否定しなかったくせに偽善者。それは。ああ、でも、周り全員が敵だったわけではない気がするけれども、偽善って言葉、私はあんま好きではないけれども、今のは仲間でいいんじゃないか。いや、まあ、本人にとっては色々と考えるとこはあるのかもしれないが。で、案の定ガラス玉がコロリと転がり出てきた。さて、向こうの鏡合わせにするとなると、ここが水色だな。で、真ん中は覚えてない。ただ、内側がピンクだったから、ここは紫か。で、ここがピンクのガラス玉と。悪夢が消えた。それに、あの光の玉は。で、毎度の通り、光の玉が出てまいりました。一旦セーブはしておこうか。うん、とてもいいセーブだね。光る球体がふわふわと浮いている。きっとこれは、願いの記憶だ。手を伸ばせば、かすかなぬくもりが指先に触れた。頭の中に記憶が流れ込んでくる。熱い、熱い、赤い。視界の隅々まで赤い。床も壁も天井も、何もかもが燃えている。
酸素が足りなくなってきたのだろう。いつも以上に頭は回らず、私はただ燃える赤色をじっと見つめていた。早く俺に代われ。俺ならここから脱出できるだろう。ダメ。そう言って焼ける痛みを引き受けようとしてるでしょ。私のせいだもん。私がノロマだから、こうなった。そんなわけがあってたまるか。響く声は一つだけ。私はわかってるんだ、多分。頼む。早く変わってくれ。出なくちゃ、何のために俺はいるんだ。ずっと一緒にいてくれたの。それだけで十分なの。私たち、死んじゃうのか。死んじゃう前に一度だけ、君と手を繋いでみたかった。おやおや、これは随分変わった形をしているじゃないか。誰だ？なーに、ただの通りすがりさ。少しばかり、願いの匂いを嗅ぎ取ったものでね。この日の出じゃ、残念だがあんたも助からんだろう。どうだい？私の手を取ってみる気はないかい？私なら、あんたをここから救い出してやれるかもしれんよ。何のつもりだ？甘い言葉を囁いて、こいつを利用して捨てる気じゃないだろうな。威勢がいいね。安心しな。害は加えんよ。少し働いてはもらうがね。いいよ、アニス。大丈夫だよ。どうせ死んじゃうの。これは最後の夢なの。きっと。好きに捉えればいいさ。状況が落ち着けば、また視野も広がるだろう。それでは問おうか。アニシナ・クラーク。あんたの願いは何だい？ん？さっきも言ったの。一度でいいから、アニスと手を繋いでみたい。うん。あんたは？え？威勢のいいあんただ。感じた願いの匂いは一つじゃないさね。俺は、こいつを守れるようになりたい。うん。いいだろう。しかと聞き届けたさ。叶えてやろう。あんたたちがその願いを手放す日は。戻って、来たのかな？アニスは？おい、アニス、しっかりしろ。あ、シオちゃん戻ってきた？その割にアニスの状態に変わりはねえな。どうした？失敗したか？え？ああ、熱い、熱。そんな、どうして？いや、今は原因なんて考えてる場合じゃない。アニス、おい、アニス。ぐ、うったし、うわ。私は一体、誰を止めるべきだろう。おっと、ここで三択が来た。アニス、シーナ、アニシナ。アニスは大丈夫だと思うんだ。シーナかアニシナなんだけど、アニシナ地雷かな？どうだろう？わかんねえな。アニスって言うとシーナが怒るか。アニシナって言うと、アニスが怒る。いや、ここはシーナですね。ここはシーナだと思う。シーナ、アニス。ウェーン。ごめんなさい、ごめんなさい。シーナ、シーナ。シオちゃんにひどいこと、しちゃった。アニスにもまた迷惑かけて。ごめんね、ごめんなさい。シーナ、落ち着いて。落ち着け、バカ。泣いてちゃ言いたいことの半分も伝わらねえだろう。私は大丈夫だよ、シーナ。そのひどいことって、一体何のこと？シーナね、シオちゃんの夢を勝手に食べたの。眠れたらいいなって思って。そしたらお腹が痛くなっちゃって、気分も悪くなっちゃって、私の力暴走しちゃった。
気持ちの悪い夢見たでしょ。その後も感情が制御できなくなって、みんなに迷惑かけちゃった。本当にごめんなさい。謝らないで。シーナのおかげで眠れたのは本当のことなんだから。それに変な夢の原因も分かったから、もう怖くないよ。お人よしなこった。ちゃかすな、アデム。シホちゃん、ごめんね。ありがとう。俺からも礼を言っとく。助かった。ありがとう。ううん。私は私にできることをしただけだ。よ。シホちゃん、どうしたの？顔色が悪いよ。なんだか、胸の奥が痛くなっただけ。あれ、おかしいな。目の前も霞んでる。一度に二人分の感情に触れたようなものだからね。負担もその分大きいだろう。休んだ方がいい。誰か付き添ってやりな。じゃ、僕が運ぶ。こういう時は口なぎなんだよなぁ。千穂ちゃん、大丈夫？無理しちゃダメだよ、本当に。大丈夫だよ。ごめんね、何度も心配かけて。僕のことはいいの。勝手に心配してるだけだからね。眠るのが怖い？少しだけ。でも眠っちゃえば平気だよ。そっか。それじゃゆっくり休んでね。僕は君の味方だよ。ありがとう。